ビクトリア・バレンチノブナ・ポストニコバは、ロシアのピアニスト。1969年に指揮者の原画児、ロジェストベンスキーと結婚して、以来、定期的に演奏会や録音で、夫婦共演を続けている。2004年に、ロシア国民芸術家の称号を授与された。モスクワの音楽家の家庭に生まれる。モスクワ音楽院付属中央音楽学校に6歳で入学し、 無災難に支持した。1967年に、モスクワ音楽院を卒業した後、大学院課程に進んで、ヤコフ・フリエールの訓導を受けた。1965年に、ショパン国際コンクールに出場して入賞する。その後は、リーズ国際ピアノコンクールやリスボンのビアンナダモッタ、国際音楽コンクール、第4回、チャイコフスキー国際コンクールにおいても入賞した。 レパートリーは非常に広く、バッハやヘンデル、ドメニコス・カルラッティ、ハイドン、モーツアルト、ショパン、メンデルス・ゾーン、シューマン、リスト、ブラームス、ラフマニノフに加えて、ブゾーニア・アイブズ、ブリテン、ショスタコービチ、シュニトケラ近現代の作曲家までに及んでいる。チャイコフスキーのピアノ曲全集の録音は、ポストニコワの最も遮ャな演奏を確かめることができる。 またポストニコワは、目下のところ、プロコフィエフのピアノ競争曲を全曲録音した唯一の女性ピアニストでもある。ポストニコワの演奏は強烈な打鍵が特に目立っている。この特徴は、プロコフィエフのピアノ競争曲第2番やシュニトケのピアノと弦楽オーケストラのための競争曲のような作品の解釈に有効である。 室内楽奏者としても活躍しており、旧ソ連圏やフランスでユーデメニューインとリサイタルを行った際は、ブラームスのバイオリン・ソナタの全曲演奏に加えて、モーツァルトやベートーベン、バルトークのバイオリン・ソナタも取り上げた。主要な音源に、劣化レコードにおける、チャイコフスキーのピアノ競争曲全曲録音と、エラートレコードにおける、ブゾーニのピアノ競争曲、 チャイコフスキーのピアノ曲全集、ヤナーチェク及びクリンカのピアノ曲集が挙げられる。室内楽奏者としては、シャンドスレコードにおいて、リヒャルト・シュトラウスとブゾーニのバイオリン・ソナタの録音に参加した。旧ソ連時代には、メロディやレーベルに、ブラームスやショパン、プロコフィエフのピアノ競争曲全集を録音している。ありがとうございます。